はいどうもこんにちは、しゅんじです。今日はパウパトロールのおもちゃダイキャストビークルギフトパックを見ていきたいと思います。以前ねダイキャストビークル全8種類ご紹介したんですけど、その中の、4種類が、これ入ってて、あと別で2種類ですね。まあキャラで言ったらあと入ってないのがエベレストとケントがね、これ入ってないですね。でマーシャルとあとラブルはですね、このパックでしか手に入らない限定カラービークルになってるようですね。はい、箱の方ねくるくるっと回して、まあ後ろには入ってる車両の方とあと名前がね、書いてますね。こんな感じです。では箱から取り出して見ていきます。はい、出てきました。では1台ずつねじっくり見ていきます。まず1台目、チェイスポリスカーから見ていきます。手のひらサイズのね、ダイキャストカーになってて結構重いです。で大きさなんですけど、これ通常のねトミカ GTR と比べるとねこんな感じで、そんなサイズはねめちゃめちゃ大きいってことはないんですけど、手に持ってね遊びやすい大きさになってますね。はい、前ね大きなグリルがあって、車の色は青色になってますね。で、ホイールはシルバー、かっこいい形してますよね。で横にね02番って白文字で書いてて、でぐるっと回して後ろには三角コーンパイロンがねここ乗ってますね。で、運転してるのはチェイスですね。でタイヤをねくるくる回るんで、下に置いてね手転がしで遊ぶことができるようになってますね。以前ご紹介したダイキャストビークルのチェイスポリスカーと比べるとこんな感じで、特に変わってないですかね。チェイスの顔とかも同じだし、車両の方もね当然同じですよね。ポリスカーが変わったらちょっと怖いですからね。はい、一緒ですね。あ、そうだ、さっきねタイヤの横に数字が書いてるって言ってたんですけど、これ番号になってそうで、これ02番でセットに入ってなかった、ケントダッシュバギーがこれがね01番になってますね。で02番がねさっきのチェイスポリスカーで、03番は限定カラービークルの、マーシャルファイヤートラックですね。ファイヤートラックの色はね赤色のワインレッドになっててめっちゃかっこいい。で前ね、グリル2バンパーにヘッドライトが黄色になっててめっちゃ明るいっすね。でくるっと回して横、あ、かわいい。ホイールもね黄色になってる。でタイヤの横が白色のペイントじゃなくて赤色のねペイントになってますね。03番って書いてます。でくるっと回して後ろこんな感じですね。で運転してるのはマーシャルですね。かわいい表情してます。で後ろには、はしごが乗ってますね。そうこれね動かせたらいいんですけど動かせないんすよ。まあ、これもね当然タイヤ回るんでね、手転がして遊べるようになってますね。通常カラーのダイキャストビークル、マーシャルファイヤートラックを見比べるとこんな感じですね。前のヘッドライトにグリルバンパーのところがねシルバーから今回特別カラーは黄色になってますね。であとねボディの色もね違うんですよ。単体で売ってるダイキャストビークルの方はですねこれ赤色のソリッドなんですけど、こっちはね赤色のねキャンディカラーかなになっててねかっこいいですね。はい、横から見るとこんな感じ。ホイールの色も違って、タイヤの横のねペイントの色も違いますね。はい、くるっと回し、あ、はしごの色も違う。これねそう限定カラーバージョンは黄色になってましたね。マーシャル自体は特に変更点はなさそうですね。いやどっちもねかっこいいですけど、僕は個人的に限定カラーかっこいいですけどこっちが好きかな。次は04番のスカイフライングヘリを見ていきたいと思います。ヘリコプターですね。色はシルバーになってますね。で羽がね、樹脂パーツのピンク色になってます。前から見るとこんな感じ。スカイのね表情がすごいねよく見えてねいいですよね。はい、横こんな感じでホイールは紫ピンクかな、これピンク色になっててタイヤの横を白色で塗装されてて04番って書いてますね。でくるっと回して後ろこんな感じになってて、後ろにもねここ羽があるんですけどこれは回ったりしないですね。で、屋根についてる大きなローターなんですけどこれも回りません。これ回ってほしかったですね。スカイの表情はちょっとニコッとした表情になってますね。で耳が後ろに行っててなんかこう走ってる、これを飛んで本当だったら飛んでると思うんですけど飛んでる感じになってますね。ここねふわっとしたね、まあ、タイヤ回るんでね、全部そうなんですけど、手転がして遊ぶことができるようになってますね。念のためにね、単体で売ってるダイキャストビークルと比べるとねこんな感じですね。スカイの色同じかな、あ同じですね。で、
車両の方も同じかな。同じですね。変わんないですね。次は05番の、ロッキークリーンクルーザーを見ていきます。クリーンクルーザーの色はグリーンですね、のソリッドになってますね。はい、前こんな感じで、グリルにヘッドライトにバンパーシルバーになってて、で車両の横からねこの、オレンジ色のねアームが出てるんですよ。かっこいいですよね。僕これ好きなんですよ。これ動いたらいいんですけど、これ動かせないんですよね。で、ぐるっと回して、で、タイヤの横にね、05番って書いてますね。ホイールはシルバーで、タイヤはね、くるくる回るんで、手転がしで遊べます。で、この横についてる、これゴミ箱かな？青色にね、塗装されててね、すごいかっこいいですね。で、くるっと回して、後ろ、これ荷台のところね、パカって、本当だったら開くんですけど、これは開かないですね。で、くるっと回して、運転してるロッキーを近くで見ると、こんなが、ちょっとね、これね、見えにくいんすよね。この風よけみたいなのがついてるから、見えにくいんすよね、表情が。ロッキーね、キャップかぶってます。はい、こんな感じですね。で、単体で売ってるダイキャストビークル、クリーンクルーザーロッキーを見ると、こんな感じで。まあ、これはね、同じですね。特に変更点なさそうですね。ロッキーも同じ表情してますね。では次は限定カラービークルの、ラブル、パワーブルドーザーを見ていきたいと思います。はい、カラーの方はですね、これ黄色のメタリックですかね、ちょっとゴールドっぽい感じになってますね。かっこいい。ただね、ちょっと黄色が色がねかかってないところがあるんですよ。透けてるところがありますね。塗装そんなに綺麗ではない。はい、前こんな感じで、で前にね、大きなブレードがあってこんな感じになってて、ここになんかねちっちゃい荷物とかね乗せて運んだりすることできそうですね。このブレードもね動いたらよかったんですけど、動かないんですよ、残念ながら。でくるっと回して、ホイールは黄色になってて、タイヤの横ね黄色でペイントされてて、06番って書いてますね。近くで見るとこんな感じ。下の方だけ、ちょっと黒色になっててね、この辺の塗装がかっこいいですね。で、後ろから見るとこんな感じ。ここにね、ドリルがついてます。これもね、動かせないですよね。で、ぐるっと回して、運転してるのはラブル。僕好きなんですよ、ラブル。ぽっちゃりしててね、関西弁を喋るんですよ。めちゃめちゃキャラクター可愛いですよ。で、ヘルメットかぶっててね、笑ってんのかな？ちょっと、笑ってそう。顔がね見えにくいんですよ。でここにねハンドルもついてますね。で通常からダイキャストビークル、パワーブルドーザーとあとラブルを見比べるとねこんな感じになってますね。前から見るとちょっと分かんないですよね。ブレードしかほとんど見えてないんで。で横から見比べるとね全然違います。色が違いますよね。こっちは黄色のソリッドだけど、こっちはこのゴールドっぽいカラーになっててね、あとメタリックも入っててかっこいいですね。あ、ここも色が違う。ここね下の方黒色だけど、ここオレンジ色になってた。あー、ここも違うんだ。あとこことかね黒色になってますね。あ、面白い面白い。あと違うのがこのアームですか。ここは黒色なんだけど、通常のやつはね黄色になってますね。あとは同じですかね。ラブルも特に表情とか変わりないですね。形は一緒だけど、カラーがね変わるだけで本当雰囲気変わりますよね。限定カラーバージョン結構やんちゃな感じしますよね。なんか黒色が使われてるからかな、ちょっと悪者っぽい雰囲気ありますよね。で次06番なんですけど、ギフトパックにね入ってない、ダイキャストカーになります。こちらエベレストスノーキャットですね。そう、車両の形がねめっちゃ変わってません？ちょっとディズニーランドとかにねなんかありそうな乗り物っぽい感じになってて、運転してるのはシベリアンハスキーの女の子のエベレストです。こんな感じになってますね。可愛らしい顔してますね。で最後07番はズーマ、ホバークラフトですね。かなりね、スリムなホバークラフトになってるんですけど、カラーはオレンジ色のソリッドになってて、前から見るとこんな感じで、横ですね、ホイールはシルバーになってて、タイヤの横ね白色にペイントされてて、07番って書いてますね。でぐるっと回して、後ろに大きな羽がついてるんですけど、これね回ったらいいんですけど、これ残念ながらこれも回んないですよね。なんか回りそうなんだけどな。でぐるっと回して、運転してるのはズーマ。目がちょっと怖いんですよこのズーマ。めっちゃ見開いてるよ。で耳がねちょっと後ろになってるんで、走ってる感じになってんのかな。すごいですね。ちょっと面白い表情してますよね。これもねタイヤもあるんで、下に置いて、手転がしで遊べるようになってます。セットじゃないやつと比べるとねこんな感じになってますね。形は同じ、あと、ズーマも同じ表情ですね。
はい、後ろから見るとこんな感じです。はい、今回はパウパトロールダイキャストビークルギフトパックをご紹介しました。6台入ってて4台は、単体で売ってるダイキャストビークルと全く同じなんですけど、2台ラブルとマーシャルは限定カラービークルになってるんですよね。すごいねかっこいいんですけど、僕的には通常カラーの方が好きですかね。まあかっこいいんですけどね、本当にどうせだったらね6台ともあの限定カラービークルにしてくれればよかったような気がするんですけどね、これね。まあ単体でね好きなキャラクターのダイキャストビークルを買うのがいいと思うんですけど、プレゼントなんかであげるときはねこのギフトパックなんかねいいかもしれないですよね。で Amazon さんで値段調べたらさっきね4000いくらかであったんですけど、今もう一度見たら5055円になってる。値段上がりましたね今と Amazon さん結構ね値段こうね安くなったり高くなったりとかねするんでね、購入するときにねお得なタイミングちょっと分かりにくいんですけど、またよかったらぜひねチェックしてみてください。今回はこの辺で、よろしかったらコメント評価グッドボタンの方よろしくお願いします。あと Twitter インスタもやってますんで説明欄の方に書いてるんで、よかったら登録の方よろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。